出てたわけじゃないですか。でそれを、まあ、ブドウと濃いブドウとつけて中に押し込んで、ただ硬いとこあったもんね。あれがさ、壊死してるところかもしれない。うん、だけどもうなんか押し込むしかないからさ、押し込む。それで押し込んだここをこうやって塗ってきますから。で多分縫えたら二重で縫います。まあ、一重になっちゃうかもしれないですけど、一重かもしくは二重で、そう排泄区っていうんですけどね、肛門の周りを縫って。で、まあ、締めるときも、この細い綿棒が通るか通らないかぐらい、要は腸が出てこなくて、排泄物は出てほしいわけなんです。ここはちょっと微妙なところになるんだけど、そういう形で縫わさせてもらって、で糸はおそらく、最低でも1週間、場合によったら2週間、そこら辺で抜歯して、そこで出てくるか出てこないか、だからその後当然痛いからさ、痛いって言わないけど、だからご飯食べなかったんだと思うんですよね。だからご飯食べないんだったらちょっと点滴とか、それから栄養補助とかを、まあ、今日はちょっと麻酔かけるから栄養補助はしないけど、点滴とかやらさせてもらいますよね、というところかな。中まではすごい白っぽかったじゃないですか。あれ貧血なんですよ。で貧血ということは赤血球が少ないわけですね。赤血球ってさ、ヘモグロビンがと酸素がくっついて全身酸素を送るんですよね。そうすると赤血球少なければ酸素が少ない、低酸素という状態。そうするとですね、いろんな臓器の酸素供給が悪くなるから、申し訳ないけど、多臓器の機能が低下する。では、酸素を運搬するのは優先順位があって、自分の脳とか心臓とか肺とかが一番優先。2番目がお腹の中の臓器。で3番目が体の表面。だからとにかく酸素化してやることがすごい大事なんですよ。ああいう真っ白になってるからね。だから今、もうあん中にいることが治療になってますよね。ちょっとでもさ、ここへの血液供給よくしてあげないとさ、できてないなと思うということです。ごめんなさいね、ちょっと辛いことなんですけど、でも今日の朝から硬かったとなると、昨日の深夜ですかね。でしょうね。はい、これはこの子のちょっと、その配列を出す、縮小を出す。これの原因はわかるんですか？貧血の原因ですか、はい、これはこれが出てて、もともと食べてるのが少なかったと。でも結構うんちしてるんですよね。うんちしてます。あとお腹に寄生虫がいる確率は結構あります。だからうんちしたら懸念はした、はい、とは思いますね。これの原因はそう、絶対的に食べるものが少ない場合、はい、うん、からあとはなんか失われてる場合、それから、まあ、若いからまあないと思うけど、例えば腎臓悪いとかね、そういう子なんかは貧血してきますよね。じゃあちょっと慎重にやってきますんで、明日の午前中ね、まあ、10時から11時だけど、まあ、11時ぐらいを目安にしてください、はい。まあ、これちょっとこういう状況だったということで、
ちなみにさ、全然関係ないけど、レオパは何食べさせます？あ、一緒です。コオロギ、はい、カルシウムパー。はい。レオパフードはあげてないですか？レオパフード最初あげてたんですけど、コオロギの方が食いつきが良かったです。なるほど。レオパフードもね、やった方がいい。今のレオパフードってとてもバランスがいいから、もしふやかして食べればそれでいいんだけど、もし食べないんだったら粉にしてね、コオロギにカルシウムパウダーみたいにかけてさ、それで食べさせた方がいい。で、食事の回数はどれぐらいのペースだったんですか？週1のことを3日に。3日にくらい。それはどう、年齢で？わかりました。あのね、体重と、あのまあ、ご存知かもしれないけど、尻尾のムチムチしてる子、はい、ムチムチしてよ、すごい1回でたくさん食べる子は週1にしてもいいけど、尻尾のムチムチが少ない子、それからあとここ口の中を見てほしいんです。ちょっと赤みがかったピンク色をしてる子は週1でも、色が薄い子、白っぽいとかね、まあ、そういう子はね、たくさんご飯やった方がいい。結構栄養失調で来ることが多いんですけど、レオパ最近よく来るんですけどね。だから、うん、あので色が良くなったら、うん、なんか色がもし悪いんだったら仮に、うん、あの毎日やって体重を測っていく。で、尻尾がちょっとムチムチするぐらい食べさせた方がいい。体重の理想はあるんですか？まあ、その子の骨格にもよるけど、うん、どうだろう、60、80ぐらい、うん、何グラムぐらいですかね。80から80ぐらいが4歳の子で、はい、2歳の子は50ぐらいです。なるほどね。まだその回数でいいと思いますけど、一応口の中もちょっと見てみてください、うん、色薄いなと思ったらちょっと回数を増やしてもらって、はい、2匹とも尻尾ムチムチしてます？してます。じゃあそれプラス口の中の色がピンク色になってることを確認して、はい、ね、そうじゃなかったらちょっと食事の回数を増やし、もっともちもちしてるんだけど、それが何歳の？いや、1歳です。1歳の子。4歳の子はもうちょっと、これじゃ分かんないですけど。分かんないですね。からあと、そうそう。レオパってさ、日光浴びしてます、うん、あ、たまにするようにしてます。いいですね。で、そういうこと。ただ UVB はさ、ガラスを通さないで知ってますよ。はい。ガラスを通さない。あ、それは知らない。ガラスとかプラスチックは通さないから、はい、網戸越しとか。上は網になってます。あ、じゃあ、そう、網になってないと UVB 通らないですからね。はい、あのレオパの場合、夜行性とは言うものの、はい、やっぱり日光浴は絶対した方がいい。はい。からもしくは UVB ライブ歩いてもいいしね。その長い時間当てなくてもいい。1分から30分ぐらいゆくゆくした方がいいですね。そう、ビタミン、食事で摂ったビタミン D が UVB を浴びると活性型ビタミン D になる。それがカルシウムと相性がいいです。で、もちろんカルシウムを摂ってなきゃダメなんですけどね。で、それ今のでいうと本当にいいと思いますから、それをやりながらこういうふうにやった方が栄養のバランスが良くて、そこを病気にもなりにくいかなと思いますね。はい、じゃあ、ちゃんちゃん、サムタちゃん、サムタちゃんちょっとご心配でしょうけども、慎重にやってみますんで、はい、じゃあ明日の午前中ね、はい、来てくださいね。はい、はい、じゃあ。